なんかハリーポッターのようもう本当にハリーポッターですね。こちらがセントジョージズカレッジのアドミンになってます。生徒の、まあ、サポートだったりしてくれたり、まあ、他にも寮内でいろんな質問とかあったときはここに来ると、まあ、いろんなことを教えてくれます。朝みんなで朝ごはんを食べるダイニングホールになってます。寮の食事は、思ってたよりもすごい良くて、アジア料理だったりとかメキシコ料理だったり、いろんな国の人が満足できるようにあのメニューが変わるんですね。専属のシェフが作ってくれてるので味は保証できます。ここが、セントジョージズカレッジのミュージックルーム、音楽室になります。こういうふうにグランドピアノがあって、こっちにはドラムだったり、まあ、ギターとかが置いてあったりする部屋ですね。で24時間使えるので、まあ、ふと夜にまあ寝れない時だったり、まあ、時間があった時とかはまあ予約して、まあ、すぐに部屋に入ってピアノを弾いたりっていうことができます。まあ、こんな感じで、まあ、友達とまあ音楽について喋ってると、まあ、ちょっと結構盛り上がって、まあ、練習をそっちのけにして音楽の話に結構のめり込むみたいなことも多々あります。ここがセントジョージカレッジのキャペルになってます。毎週木曜日に聖歌隊がここで歌うようになって、あとはあの新入生が入った時にガンをしてここでまあ歌うといったようなイベントにも使われています。すんごい古いですね。最高だね。最高ピリだね。Japanese homes and their surroundings. 日本の住まい。この寮のいいところは、一つは小さいカレッジなんでコミュニケーションが多くて、まあ、友達も少しできやすいなという環境だと思う。二つ目はこの寮があの音楽に重点を置いていて、自分の趣味のピアノに、もう少し熱中できるかなと思ってこの寮を選びました。寮のサポートとしてはチュートリングといって、先輩から同じユニットを取った先輩が、まあ、その授業の予習だったり、まあ、解説だったりをしてくれるっていうサービスがあります。週に1回程度の頻度で宿題を出してくれたりとか、どういうふうにしたらいいのかっていう質問を答えてくれたりです。あと教える側に回ることもできて、成績が一定以上超えるとこのカレッジから雇われる形でお金を払って生徒に、まあ、教えると、他の人に教えるという形になっています。受ける方は無料で、教える方はお金をもらうという形になっています。ここが、セントジョージの僕の部屋になっています。最近新しくできた建物なので比較的綺麗めな部屋かと思います。どうぞ。まあ、日差しも入ってきて、ホテルの室みたいだなと思ってちょっとテンションが上がる部屋です。僕の部屋にはこういう風にバスルームがついてて、シャワーとかトイレが、まあ、あと洗面台があるんですけど、まあ、入って1年目の時はまあ大体共用のバスルームになっていて、他の人と数人と、まあ、少ないと2人、多いとまあ10何人とかでシェアするような、まあ、共有のバスルームになってるんですけど、まあ、2年目とか3年目になるとより良い部屋に住むことができて、こういうふうに自分自身のバスルームがつくようになっています。この部屋はですね、だいたい週4万円ぐらい、朝昼晩食事込みで、まあ、ピアノ室だったりいろんなアクティビティが楽しめるんで、他の寮と比べるとちょっと高いなって思うかもしれないんですけど、実際食費とかいろいろそういったことも含めると、だいたい同じぐらいの値段になるのかな、まあ、ちょっと高めかなぐらいの値段になってます。はい、じゃあこれから、UWA に大学に向かいたいと思います。